河辺忠夫、河辺忠夫、河辺忠夫、1920年4月1日から1984年10月10日は、日本の操縦士である。1941年、昭和16年2月7日から8日にかけて、対空時間13時41分8秒の日本、公認滑空機対空日本新記を達成した。河辺忠夫一級滑空士、 所属大日本青年航空団福岡支部は1941年、昭和16年2月7日、午前10時26分55秒、美濃山系発信3域、草の町技丸山、通称グライダー山より、福岡市の前田貢建工業政策、九州帝国大学航空工学科教授の佐藤、広志設計監修の前田式703型、 機体番号 A-1606 滑空機、グライダーに登場、地元草野町の応援協力のもと発行した。2月7日の発行の前に失敗した発行があった。1月18日に草野町に機体を搬入した後、山上に運び上げ機体の気圧配置と風力を待ったが、なかなか機体通りの風に恵まれず1月29日午後5時15分1回目。 発行に踏み切ったがこの発行は失敗に終わり山上での機体の修理に追われることになった。短い時間の中低い温度とテントの中という悪条件下折れた翼の補助下駄リブ5から6本が前が貢検作業員により接着修理が行われた。この件に関し、河辺自身が軍隊日記の中で当時を振り返り指揮を残している。手記には 発行に適する場所の選定、着陸場所の確認と夜間着陸を想定して夜間照明地点を定めた経緯が綴られている。ここに記録達成から1年後に書かれた日記を引用する。原文は旧金遣いだができるだけ原文に忠実に現代風に書き改めた。川辺は巧みな操縦で気流を捉え地上との 無線通信手段のない中深夜に及ぶ滑空を続けた。日没17時50分、深夜に至り搭乗期間断形で、0か10度を示す中、2月8日、未明午前0時8分3秒、全道寺町古北の浜、筑後川の下半に地元住民協力の焚き火の明かりを、頼りに無事着陸。滞空時間13時間41分08秒の、 日本公認滑空機対空日本新記録を達成した内間対空時間6時12分3秒。1940年昭和15年1月19日、三ツノーグライダー製作所天ヶ崎工場所属吉川製11級滑空士は密の301型ソアラーで9時間57分30秒の滑空機対空日本新記録絶対高度2810メートル 獲得高度2320メートルの日本、新記録達成を皮切りに、第二次世界大戦前の記録ラッシュが続き、1941年、昭和16年1月26日、密ノーグライダー製作所所属、常国隆二級滑空士による10時間33分30秒の滑空機対空日本新記録並びに、未公認ながら3600メートル、 絶対高度滑空機日本新記録、密の301型、さらに前日の記録達成の2時間後、大阪飛行少年団共感、混合官2級滑空士、免許返納中により、登場機、アカシア式兼軍1型で、11時間40分の滑空機対空日本新記録更新と続いた。川辺の記録は、第二次世界大戦後の1953年、 昭和28年2月27日に、お台サム特急滑空誌、1942年、昭和17年免許に28時間08分の滑空機対空日本新記録により更新されるまで12年間日本の公認空気対空日本新記録を保持した。近年においては、滑空機の対空時間更新は、機体の性能向上、減速滑空機の夜間飛行禁止などで、 スポーツとしての滑空競技は、滑空士の生命の危険を伴う体力の限界に挑む滞空競技から、三角点飛行や距離飛行、目的地飛行などとなりを題さむ滑空士の記録をもって新たな挑戦は行われていない。川辺忠夫一級滑空士、二等航空士は、記録達成時満二十歳で、1 9二十年、大正九年四月一日生誕の満二十歳十ヶ月。 あまりでの記録であった。発行の地、グライダーさんは、現在久留米市、草野町と山郡上陽町の境、星新山山町より西に、約1000メートル、標高約643メートル、北伊33度17 55.、55.92、東経130度38、14.58。当時の発行地点には、名前がなくあざ名を丸山とされていた。 日本公認記録達成後、グライダーさんの名前が広がった。現在のグライダーさんは、絶好の地形で、スカイスポーツの拠点となっている。また、1988年、昭和63年2月8日草野町、町並みを守る、会、会長、当時、影鶴之介、記録達成時15歳の発案で、佐藤博教授記号による、検証記念碑が立っている。 影鶴之助は、草野町に古くから続いた旧家の当主で、自宅は、福岡県有形文化財指定を受けている。前田貢献工業、福岡市、六本松製作、前田式703型、前田703機体番号 A-1606。1940年、昭和15年に開催予定であった、東京オリンピックの正式種目となった、グライダー競技のため、 ドイツ滑空、DFS 設計のオリンピア・マイゼを、オリンピック採用の正式機体として、図面を含め機が輸入され、国内において大日本飛行協会ほか5社により、計6機が作られた。その後マイゼの製作に携われなかった、前田貢献工業によって、九州帝国大学航空工学科の佐藤、広志指導の元木村勘一、倉原三五らによって、 マイゼ号を超える機体を目指し703型が製作された。機体は3機作られ、1機はストレート翼、2機はガル翼であった。ストレート翼はガル翼に比較して軽量であったが、記録挑戦の機体はガル翼が使用された。陸軍立ち洗航空隊先発隊として、気象調査飛行等、旧密院軍、草野町の上野久森町長はじめ町民と町を、 あげての支援があり、特に4月より、国民学校となる最後の尋常小学校を呼び、高等科の男児約60名は、発行に失敗した1月25日に続き、新記録が達成され2度目の発行のため、2月の寒さの中、計2回643メートルの山頂まで登山、V 字ゴム作栄光し発行の協力をした。元久留米市全道。 寺町太郎源近くの筑後川下半の砂浜、当時の筑後川では、砂の採取船や川船の行き交う綺麗な砂浜の続く、下半であった。古北あたしは後の石碑がある、北三33度1944等計130度3452年強の古北の浜、太郎源付近の着陸地点は、下半という条件で詳細は不明。着陸に際して8日。 月齢11.7ながら、傘がかかった月明かりの中、着陸場が東に、神大橋、西に、高圧電線、この間 2.5km との中間地点に位置する条件のもと 300m の高度で侵入し、極気飛行のもとのある川辺は、神大橋上空で侵入速度を抑える手法として1回転の中外離を行い高度を下げ、東の上与橋側より、 下半の着陸場に右横滑りで着陸した。着陸後の機体には2月の上空の骨幹が見て取れるように機体一面に白氷が付着していた。河辺多段は自分の記録について戦中、戦後を通じてほとんど自ら語ることはなかったが、長男、新一の成長に連れ行人格空気対空に本心記録について少しずつ話し始めた。このことにより、 河辺真一は滑空史に興味を持ち、日本において忘れられがちな滑空機について滑空誌、保存協会を立ち上げ、広く、日本及び海外の滑空機の歴史、達成記録等を研究資料保存に傾注している。河辺多田は、幼い真一に、軍隊日記に書かれた絵を見せ記録達成当時のことを、話してくれたそのことを印象深い思い出だと真一は、語っている。 軍隊日記には、吹き流しの立つグライダーさんの上空を飛んでいる、前出式703型カモメ号の姿と、川上、右側に大白橋、川下に、神大橋が描かれたこうした川筋に着陸地点と思われる長方形の図がある。また右側に描かれた略図は、草野町の地図で30名ほどになる大勢の、記録挑戦におけるサポート隊員たちの宿泊、入浴、食事、などで、 格別の世話になった、草野町町長、上野久森、金山市靴社小屋松千太郎、小形菓子屋などの家の配置が描かれている。1951年、昭和26年、佐藤博史九大教授、前田貢健、前田健一、田中丸春広滑空氏、川辺忠夫滑空氏らは、西日本航空公会を作り講和条約締結を予想しかねて、 よりの高層通り複雑騒動のセコンダリー連用、滑空機の設計、製作に取り掛かり資金難の中完成予定を、半年以上遅れて1952年、昭和27年8月、前田県一の糸島工場で完成した。1号機は SM206 号と名付けられ、川辺は旧軍の元岡飛行場跡で、ゴム作栄光での試験飛行を順調に終えた。 ゴム作発行より、高度なウインチ発行による、対抗試験合格の後田中丸春広滑空氏、川辺忠夫滑空氏らは、九州各地のデモンストレーション飛行を行い来山、鏡山でも数時間にわたる飛翔を行った。昭和27年15日午後、旧福岡県、糸島郡町、糸村、長野峠で、初の山岳飛行を、実施操縦者、 川辺忠雄滑空士対空時間16分30秒の戦後最高滑空記録でした。標高590メートルの長野山、通称飛前峠から、糸島村のヘビー渋落道路上に着陸直線距離6キロメートル、実質飛行距離9キロメートルでの記録だったが夏に、藤沢飛行場で同じく川辺滑空士が作った7分の記録を抜く戦後最長滑空記録だった。 設計の佐藤博史九大教授が、聞き書き、青山白雲に臨まれていた、川辺や田中丸操縦士操縦の複雑の SM206 号に、同乗され空の散歩を楽しまれた記述がある。また初めてとなる川辺操縦で、飛行機イ行による空中列車での九州一周は好評のうちに、成功させた。SM206 号は平和の翼として報道され、話題となり、勇敢。 福日の名前の公募で、舞鶴号と名付けられた。前田健一は、舞鶴号の名前が決まった時、日野さんの弔い合戦で買ったようなもんですなぁと言っているがこれは1911年、明治44年当時、日野熊蔵隊員が、所沢より転属で、福岡の箱海岸にあった、連兵場で、日野式単用飛行機、舞鶴号を製作試験飛行をしていたことを言っている。 この時の舞鶴号はよく滑走したが大空へと舞い上がることは叶なわなかった。SM-206 の SM は、旧大教授の佐藤博士と、前田貢献の前田健一のイニシャルから付けられた、登録期待番号 JA-2006。平和の空に送る毎日、新聞西部本社印刷開始30周年記念で、行われた、九州一周空中列車は1952年。 昭和27年11月7日午前8時52分に小倉曽根飛行場より飛び立った。引航は毎日新聞社記、パイパー株18型操縦栗原機長、久米機関指導場で100メートルの引航柵で繋がれた SM-206、福 SM 座、総動セコンダリー域は純白の主翼、銀ネズミ色の主導体、クリーンの総動部で輝くばかりの出来栄えだった。 日本製の複座のグライダーでの長距離インコは戦前戦後を通じて初めての快挙だった。この頃川辺は第二次大戦の終了後に2年ごとに開かれるようになった滑空機のオリンピックとも言える世界グライダー選手権大会への参加を希望し準備を開始した。ドイツは第二次世界大戦後3回目の大会であるスペイン大会から参加し、 君や日本からの参加選手を探したがうことはできなかったぜひ次のオーストリアの大会には参加するようにとの所感が西ドイツ航空協会長になっていた旧ユーウォールフ、ヒルトより佐藤博史旧大教授宛に届けられていた。占領下の日本は自由に空を飛ぶことができず、航空再開はサンフランシスコ平和条約締結後の1952年4月28日に 発行してからであった。世界グライダー選手権大会には何としても日本からの選手を送りたいと考える当時のグライダー界を代表する九州大学航空工学科教授佐藤博氏はあらゆる方面に実現への働きかけをした。資金難もあったが国際航空連盟は滑空士の認定賞である国際滑空記賞を定め銀賞、金賞、 ダイヤモンド賞の内銀賞以上を参加要件としていたため出場できる選手もいなかった。そのため1954年オーストラリア大会の参加は見送らざるを得なかった。河辺はこの状況を佐藤教授より知りぜひとも出場したいとの希望を持った。河辺は1962年にアルゼンチンで開催される世界グライダー選手権。 大会出場を目指したが、滑空機機体製作、参加費用ともに自費との条件だったので資金の調達に奔走することとなった。有力なスポンサーが見つからないままサントリービールを、スポンサーに福岡、東中洲に、川辺の敬愛するチャールズ・リンドバーグにちなみ、航空スタンドバーリンドバーグを開店した。店は、博多の観楽街と中洲永楽町で入り口に、 オットリリエンタールの大きなグライダーの絵の看板がかけられ中に入るとビールービンで形作られた星型発動機のオブゼ、カウンターには飛行機の彫刻、飾られた絵は村上松次郎作による春と航空機にこだわった店作りであった。店を切り盛りしたのは河辺忠夫人の海境で雑誌航空情報1960年。 昭和35年12月号の取材に次のように話した。夫婦ともに力を合わせて資金集めに奮闘するが、滑空機の製作に必要な資金は得られなかった。その後の河辺は全く違う分野で才能を発揮し始めた。きっかけはリンドバーグの店がもたらした。店に客として来ていたプロ野球、西鉄ライオンズの坂上敦志投手との話の中で、 打撃練習に二軍投手を追っているが良い球を、投げないので満足に、打撃練習ができないので困る、何か良い知恵はないかと相談を持ちかけたのが、始まりだった。河辺は、機械で投げさせれば良いと答えたが、この時の河辺は野球を全く知らず、投球に、直球の他にカーブフォークなどの変化球があることも、知らなかった。変化球の説明を受け、ボールが変化するのは、空気の存在です。 任せてくださいと滑空士の経験と誇りを無念に開発に取り掛かった。開発は打撃と捕手の練習ができるピッチングマシーンで始まったが何球しか使用できず、米国の特許の壁もあり納得いく製品にならなかった。そこで方向変換し安全に公式高級を打撃練習できるバッティングとスマシーン開発へと変わっていった。こうして製品化されたのが 業界初となるベングロートスバッティングマシーンだ。コンパクトに作られた打撃練習者とマシーンとの最長での距離も2メートルほどと近く、手軽に本格的な高級の打撃練習が広い場所を取らないでできるマシーンは、プロ野球から社会人野球、高校、中学まで高級を使用する野球チームに使われた。マシーンは野球の現場だけでなくその、 コンパクトで場所を取らない点で思わぬところへ仕様が広がっていった。リゾートの観光ホテル、観光船、連絡船、この娯楽室などで娯楽のための仕様が増えてきた。さらに予想を超えるところから注文が寄せられた。それはアメリカ軍からで兵士の娯楽のため大量のマシーンが軍用艦、輸送艦、客船にと積み込まれたり、 多数の米軍基地でも、板月やサセボの米軍基地に納入発送され、使用された。この後、世界グライダー選手権大会の出場は事実上、諦め、アイデアを駆使した、ゴルフ、テニス、卓球など、スポーツ器具の開発とオートバイ、マイゼゴー、滑空機オリンピアマイゼから命名の生産、販売などに続くユニークなヘ事業へと進んでいった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。